新春初笑いビバプラレール2019、私司会の E531系 常磐線です。どうぞよろしくお願いします。一度でいいから見てみたい、本当にドリフトしてる式、700系です。最近若者の歌が歌えるようになりました。はい、カーモンベイビー国鉄、車体の色が渋い、カーモンベイビー国鉄、いつでもほぼほぼ遅延、ハハハ、TF60 です。いやー、みんな今年も集まったんだね。あ、皆様明けおめ、パンシーです、よろしくね。そして今年台車を運ばせていただくことになりました、青データです。どうぞよろしく。さあ、というわけで今年一発目のお題は、こんなプラレールがあったらいいな。700系くんから行ってみましょう。すぐに廃盤になったりしない、僕も大好き楽しい列車シリーズ。わかる、あのシリーズすぐなくなっちゃうからね。欲しい車両が出たらすぐにゲットしないとね。はい、台車1台。説明しよう。この大喜利では座布団の代わりに台車がもらえたり取られたりするシステムなので、あーる、続きまして、私が80系とか105系とか111系とか169系とか210とか250とか260とか267とか260とか90とか29とか36とか30とか37とかオハフ53とかオル10とかオル70とかダハレ10とかクオリ80。ちょ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 、いや、もういいんです、ありがとうございました。どうですか、台車はいただけますか。昭和への愛が感じられました。今年はあげます。やった、いやー、ありがとうございます。僕が欲しいのはビカーズタウン駅、これ商品化されたら絶対買っちゃうと思うよ。ボード駅からピカーズタウン駅まで走れたら楽しいだろうな。タカラトミーさん、よろしくお願いいたします。うわー、いいね、やばい、本当に欲しいかも。いつか商品化されたらいいね。ファンシー、そんな君にも台車を1台、やったー、ありがとうございます。続きましてのお題は、リサイクルショップあるある、行ってみましょう。それではまたまた私から、一編成で売られていると思ってよく見たら、ベトナム製と中国製の抱き合わせだった。あーあるね、あるある。でもそれで一編成になるならまあいいかって思っちゃうよね。とりあえずお年玉代わりに台車1台。はい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 、ちょっと聞いてくださいよ。この前までよく見かけてた特殊なパーツがあったのに、そのパーツに合う情景パーツがずっと見当たらなくて、そしたらこの前その情景パーツをやっと見つけたから、あとはパーツが揃えば遊べると思ってたのに、それが遊べていなくなり、特殊なパーツがどこの店にも見当たらない。あんな特殊なパーツ誰が買っていたか、あんなパーツだけ持ってたってよく使いにしないのに、おかげでこっちはやっと手に入れた情景パーツが使えないじゃないか。ねえ皆さん、どうですか、そう思うでしょう。ねえ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 、長いよ。あるあるだけど、もう台車没収。
やっぱりね。サブ、僕の知り合いにアニーとクララベルってやつがいるんだけど、リサイクルショップにやたらと出回ってるんだ。アニクラだらけだよ。嫌じゃないけど、わかるわ。うちにもいっぱいいるもんね。パンシー台車1台、やった、ありがとうございます。それでは最後に、いつも動画を見ていただいている皆様に一言。私ものんびりまったりマイペースで楽しみたいと思います。みんな今年もいっぱい遊ぼうね。それでは皆様、今年もビバプラレールよろしくお願いいたします。ありがとうございました。